年齢やライフスタイルによる体の変化というのは何かか感感じじてていいらっしゃまますか、うん、感じてます,うすもう正直5 1歳ぐらいから更年期障害じゃないですけど急にガッと熱くなったりしみしワ もとかも出るし疲れやすいしイライラするし今子供が小学校六年生四年生なんですけどこっちは反抗期私は高年期めっちゃバトってますそこで対立があると負けないもう反抗期なんかに負けないそうですかそ、ね、争ってるわけですね <laughs> でもいろんなことをこう感じ始めているというところなんですね矢田さんはいかがですか はい私はですね本当に元気が取り柄の私なんですがやっぱりちょっと最近初めてこうめまいだったりとかそういうなんかちょっと不調だなっていう感じる時があったりするのでそういう時に本当に何か怖いなと思ってはいもうなんかそうですねドラマの撮影とか本当に不規則でもあるのでよりこう健康にはかなり 気をつけなきゃいけないっていう日々です。もうどん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 私ももう今月で45になるので、こう周りの友達もなんか4まではいいよとか、わかるわかる。なんか言うんですよ。55過ぎたらとかガタってくんで、もうなんかそうやってもう4まではいいからみたいな本当かなって。あの会話も変わるからママ友とのなんか検査行ってるとか。ああそうですね。でも私ももう常にやっぱりあのいつ そうなってもっていうか、うん、あの健康のことばかり本当に気にしてます,ああす。本当会話が健康についての会話が増えてくるという。増えますね。うんまあ、徐々に。うん 矢田さんも感じ始めていいるるととうことになるわけですね、はい、でそうした年齢やライフスタイルによる体の変化が起こったり、うん、それからは今もお話ありましたけれどもお仕事で長時間に及ぶ撮影や番組収録など、まあ、そういう時もあるかと思うんですけれども、うん、健康を維持するための対処法であったりこう今でも何か続けていることっていうのはあったりされますか松島さんいかかがですか私ね結構あの 家で毎日柔軟体操3分間は<お>えっとねでもほんまにあのこれもう20代後半ぐらいからやってるからずっと毎日やってるの妊娠中以外ねあとあの38度以上の熱の時は休むんですけど、はい、それ以外の時はもうやってんのだから3分やから続けれるけどこれが生活の何の足しや と思うね。健康維持に繋がってるとはなんかいや繋がってます。本当三分絶対大事です。本当もうちょっとでも一瞬のストレッチでも絶対大事だと思う思います。嬉しいだから私なんかなんか維持になってやってるのずっとやってるからすごいやめるタイミング逃してやってるだけで素晴らしいそれぐらいです本当にお風呂上がりとかされてるんですか。どこでもいいんです。一日一回自分がもうもめんどくさくなったら何のが嫌やいから今日は朝しとこうとか時間なかったから寝る前とか。 それくらいですね。<ー>いやー素晴らしい。本当？三、うん、分よ。いや三分でも私、うん、ストレッチポールみたいなあのボール、長い棒にこうやって乗って肩甲骨ゴリゴリっていうのですら。うんうんうん できないですもん。いや、いや、やりそびれちゃう。でも、実際にどうですか。それが健康につながっているという実感はあまりない。けれども、まあ、続けている。なんか、やめるタイミング逃してしまったというか。ね、矢田さんからしたら、それは絶対に生きて。る素晴らしいと思います。なかなかできないです。矢田さんはどうですか。私はですね。お水を結構飲みますね。一日最低三リットルぐらい。三リットル。も普通に。はい。 お水は常にやっぱり飲むようにはしていることとあと睡眠の確保はあのちゃんとしてますね毎日どれぐらい睡眠時間はとるんですかああのでも睡眠時間的にはあまり長くはないんですけれども5時間6時間でもあのしっかりとあの熟睡できるようにっていう感じで寝る前にちょっと体温めたりだとか。はい えっとお風呂に入る時間とかも気にしたりとかして、うん、そういうことを気に気をつけてます。熟睡度っていうのがやっぱり大事なわけですね。多分質が大事だと思いますね。水っていうねお話もありましたけれども、まあ飲料であったり食事、そういったところもねお二人気をつけてるところはあるかと思うんですけれども、はい、あのー、食事に関してえご自身や ご家族の、まあ、健康維持、うん、食事に関しててもいいいいろろされてると思います例えばあの、ね、晩ご飯お肉ばっかりじゃちょっとまずいからお魚も、ねうん、出そうとか野菜もやっぱり入れてバランスをよくしようとか、うん、そういうことを考えてご自身でも日々食事をされているかと思うんですけれども、うん、あの一人一人に合った栄養管理、まあ、家族それぞれに合った栄養管理っていう面では何か意識っていうのはお二人 どうですか松島さんどうですかいやないですねなんかあ<ー>うちあの旦那もうち86歳のおばあちゃんも一緒に、うんね、暮らしてるんですけどやっぱ塩分が気になるなと思って、はいうん、一瞬塩分控えめっていうのをやってみたんやけど全然おいしくないのご飯あ<ー>元に戻してだから <laughs> ほんで元に戻してみてばお母さんとかのけ2か月二回の健康診断で問題なかったしあこれで大丈夫かと思ったら ももう何にしれないです<ー>正直家族に対しての,あの心優しいい食生活でではないですねやっぱりそれぞれ別の料理を作るっていうのはで,できないですよねできないですね手間もかかりますし時間もかかりますしなんか本当にもうなんかこうみんなカレー食べたいけどおばあちゃんだけお刺身それぐらいのレベルしかできないですあそうですよね矢田さんはそのあたりそれぞれの家族の健康管理食生活、はい、どうですか 難しいところですよね私なんかすごいあの野菜も大好きなので生野菜とかサラダも大好きですけども、はい、息子はやっぱり生野菜やっぱ食べないんですよ<ー>男子高校生なので、はい、あんまり。 うん、やっぱがっつりとした炭水化物とかお肉とかが好きですけれども、はい、最近はちょっとたんぱく質とかも多めにしたりとか、うん、あと野菜を食べさせなきゃっていう時はとにかく汁物にあ<ー>あのいっぱいこう野菜をたくさん入れて、はい、それで取らせるっていうのをう気をつけたりそういう。 本当にあの一人一人それぞれ対策を取っていくっていうのはなかなか難しいところはあると思うんですけれども、はい、あのそんな中、ですね今回ゆかしかどでは体が今必要としている栄養状態を検査で把握して、うん、自分に合った好みの栄養フードをお買い求めいただけるサービスを開発いたしました。うんはいお このようにです、ねえー、尿中の代謝物から自分が今必要としている5つの栄養タイプと栄養バランスがスマホで簡単に わかるんですあの先ほどムービーでも皆さんにねご覧いただきましたけれども2秒を浸して10秒スマホで撮影するだけで簡単に自分の足りない栄養素がわかると。すごいよね,よねしかもその尿からやってるっていうのがちょっと信頼できるというか<ー>、ね、チャットでことはイエスノーとかじゃないもんね。うん、そうなんですよ、うん、なのでその辺りはご自身ですぐにわかるとで何が足りないのかすぐにそれもわかるとでその食品も選べるということになってくるわけなんですが実はですね今はですね 回松島さんには事前に検査をしていただきましたそう、はい、やったの簡単はい。えー、簡単に検査できるんで検査をしていただきました、はい、でその結果発表の前にですねご自身のまあ、お二人の今の食生活にオリジナルのタイプ名をつけるとしたら何タイプになるのかお二人にお聞きしたいと思いますご自身の食生活を丸々タイプと 表現していただきたいと思います。えー、お二人それぞれ、えー、そのフリップにお書きください。はい、えー、ご自身の食生活一体何タイプなのか、お二人は一体何タイプとお書きになるのか。はい、まあろんなねタイプあると思うんですけれどもね。えー、さあ、いかがでしょうかね。はい、お二人今書き終わりました。 ではこれも松島さんから見せていただきましょうか。はい。はい、ちょっといいように書きましたけど。はい。わがままビュッフェタイプ。わがままビュッフェタイプ。これはどういうことになりますか。これはね、あのー、うちやっぱ家族今五人家族で結構大皿で出すんです。はい。で好きなものを取るんで結局自分の好きなものしか自分のお皿に。 入れない。あ、そうですか。じゃあ、あの、嫌いなものはちょっとこう残ってしまうっていう、うん。そうなんですよ。ことになるわけですね、うん。厚揚げめっちゃ残ってんなみたいな。<laughs> <laughs> そういうことになるんですよ。あなるほど。だから、なんか、結構、あの、野菜いちも、割と使ったりしてるんですよ。で、はいお,まあ、お肉とかも、やってるんですけど。まあ。 残りますねこう自分の好き嫌いで取るんで確かにあのホテルとかでもビュッフェに行っても結構自分の好きなものばっかりですよで作ってる本人だけは野菜いっぱい使ったって私は思っちゃってるんで<ー>ただ大皿にすするとダメですね、はい、そうですかでも大皿で出しているということになるわけですね。うんうん、さあでは矢田さんはいかがでしょうか タイプです、うん、ルーティンタイプ、はい、これはどういうことになりますか,かもうなんか私は結構ハマるとのずっとそればっかり食べたりするんですよ外食そのタイプ私 <laughs> <laughs> はいだからそうですか、はい、もう気に入ったものだったらもうしばらく 三ヶ月ぐらい同じもの食べ続けてたりとか、え、すごいです。三ヶ月同じもの飽きないですか？飽きないんですよ。でも今ずっとやっぱり続いてるのは朝バナナとか、はい、バナナをあのそのままマグマグ食べるってこと、はい、もうバナナ三本ぐらいカバンに入れて、え、スポーツ選手やん。そう、バナナとかみかんとかとりあえずはい、もう朝はもう。 朝ごはん食べる時間なじゃあ今ルーティンとしてるのはその2つバナナミカ、はい、っていうことですかん、はい、それを続けていらっしゃるということになるわけですね。<laughs> はい